北浜健介は、将棋騎士。騎士番号二百十一、神奈川県海老名市出身。佐伯正雄九段門下。六歳の頃に、父親が、騎士を買ってきたのが、将棋を覚えたきっかけである。九百八十七年、小学六年の時、第十二回小学生将棋名人戦で準優勝。翌年の秋から、奨励会で指し始める。九百九十四年、 18歳でプロデビュー。当時、現役騎士の中で最年少であった。プロ1年目の時、第13回全日本プロ将棋トーナメントで、佐藤康光、森下拓羅を破って、ベスト4に進出。初参加の順位戦は4勝6敗に終わったが、時期に10戦全勝して、C 級1組へと昇級を果たす。C 級1組でも、 初年度は2勝8敗と低迷し高級点を喫するが、翌年の第56期では8勝2敗の高成績を収め、B 級2組へ昇級。これらのことから、当時は2年目の北浜と呼ばれた。早い出世のため、C 級1組以上では最年少となり、当時、B 級以上で北浜に次ぐ低年齢は5、6歳年上のハブ世代であった。 早指し新鋭戦で2度の準優勝がある。第18回の決勝で深浦孝一に敗れ、第21回の決勝では山崎隆幸に敗れた。また、第31回新人王戦でも準優勝。2002年度の第61期 B 級2組順位戦で8勝2敗の成績を上げ、B 級1組に昇級。第46期王位戦でリーグ入りし、 谷川浩二と千崎学部に勝利したが、リーグ残留はできなかった。前日の通り、竜王戦では長らく苦戦していたが、第20期で4組3位、第21期で3組3位となり、2年連続昇級で2組入りした。順位戦 B 級1組には6期、連続在籍していたが、2008年度は成績不振で、 最終局一局を残した状態で B 級二組への高級が決まってしまった。しかし、最終局の対、森下拓戦では終盤で解説者を強担させる見事な寄せを披露して4勝目を挙げ、意地を見せた。もともと関西が好きで以前から住んでみたいと考えていたが、2014年対戦相手や研究会のメンバーを大きく変えたいとの理由で関西への移籍を実現した。 ご機嫌中飛車を得意とする、切れ味の鋭い振り飛車等で、激しい攻め合いの将棋を選ぶことが多い。上述の通り、北浜は、特に順位戦において、甲府町の波が顕著な傾向にあり、それゆえに、他の騎士が達成できないような、珍しい記録も保持している。以下に、北浜の陳記録を挙げる。商談規定は、将棋の段級を参照。 竜王戦と順位戦のクラスは、衝撃士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。